7日のミーニュースをお伝えします。ヤクザ氏の自宅周辺で天丼の大量発生が確認されています。天丼がもともとこの地域でよく見かける食べ物ではありますが、このように大量発生するのは大変珍しいことです。地元住民も驚きを隠せない様子でした。マジノミーに聞きました。みんな輝いてますね。私も負けられません。だから僕があれほど言ったのに。はい、3月7日のミーニュース、池沼がお伝えしました。